ランドンド・ドノバンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF、FW。元アメリカ代表であり、同代表の歴代最多得点記録、歴代最多アシスト記録保持者である。国際大会での活躍がスカウトの目に留まり、1999年にドイツのバイエル・レバークーゼンと6年契約を結ぶ。 しかし、ドイツの環境に馴染めず、ホームシックを理由に、アメリカに帰国。2001年に、MLS のサンノゼアスクエイクスにレンタル移籍すると、本来の持ち味を活かし主力として活躍し、2001年のチームの MLS 制覇に貢献した。このシーズンのオールスターゲームではわずか18分で、ハットトリックを達成し、さらにもう1ゴールで計4ゴールを決め MVP に選出された。 2003年と2004年には2年連続で US サッカーアスリート・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2005年に1月、レバークーゼンに復帰し、ブンデスリーガデビューを果たすも、7試合に出場したのみで、米国復帰を選択。シーズン開幕直前にロサンゼルス・ギャラクシーへの移籍が成立した。2009年1月から MLS の開幕までという条件で、バイエルン・ミュンヘニエ。 レンタル移籍し、リーグ戦5試合に出場。2010年1月には、プレミアリーグのエバートンへ期限付き移籍をした。ここでは13試合に出場して2得点を記録。1月には、クラブの月間最優秀選手に選ばれるなど、活躍した。エバートンは、レンタルの継続を望んだが、シーズン開幕を前にした LA ギャラクシーは拒否した。2012年1月にもエバートンに、 レンタル移籍した。2014年8月7日、2014年内での現役引退を発表した。2016年9月8日、LA ギャラクシーは、ドノバンが現役に復帰し、今シーズンの残りの期間をプレイすることを発表した。ドノバンはその期間の6試合とプレイオフ3試合に、すべて出場した後、2度目の現役引退をした。二千十八年一月十二日、 リーガ MX のクラブレオンと契約し、二度目の現役復帰を果たした。同年7月に三度目の現役引退をした。2019年1月23日、インドアサッカーのプロリーグである、アメリカメジャーアリーナサッカーリーグのサンディエゴソッカーズに加入すると発表され、三度目の現役復帰となった。同年に四度目の現役引退をした。 1999年の FIFAU-17 世界選手権ニュージーランド大会で MVP を獲得するなど世代別代表でプレー。2000年のシドニーゴリンではチームの中心として活躍するも4位となりメダルを逃す。2000年10月25日のメキシコとの親善試合でアメリカ A 代表デビューし、この試合で代表初ゴールを記録。 2002年の日韓 W 杯では、前後試合に、出場、2得点を挙げて、チームのベスト8入りに貢献した。この活躍で、若干20歳で、アメリカ最優秀選手にも選ばれている。2006年には、アメリカ代表として26個目のアシストを決め、コビ・ジョーンズの記録を塗り替えた。また、2002年、2005年、2007年のゴールドカップ、優勝。 2009年のコンフェデレーションズカップ、準優勝に大きく貢献する。2010年、南アフリカ W 杯でもチームの中心選手として活躍し、グループステージのスロベニア戦では2点差から詰め寄るゴール。グループステージ最終戦のアルジェリア戦では、試合終了間際のロスタイムに劇的な先制ゴールを決め、グループステージ敗退の危機からグループリーグ1位突破に導き、 実況アナウンサーは、アメリカンヒーローと叫んだ。その後は、決勝トーナメント1回戦のガーナ戦でも、同点の PK を決め大会通算 3, 3得点目を、挙げたが、チームは延長戦の末に敗北した。アメリカ代表として、長年主力として活躍し、発表前の合宿にも招集されていたが2014年、ブラジル W 杯では、ユルゲン・クリンスマン監督により、 本大会メンバーから外された。その後、不満のコメントを公表した。これに対し、クリンスマンの息子、ジョナサン・クリーンスマンが自身のツイッターで父の判断を指示した上で、どの番を小馬鹿にするような書き込みをしたことで大騒動になった。その後、2016年の代表引退試合の際に、クリーンスマンが代表を外したことと息子の愚行を謝罪することになった。 アメリカ代表歴代最多得点記録、歴代最多アシスト記録保持者であるアメリカの英雄で、国民からはアメリカンヒーローと敬われている。50メートルを5秒80で走る瞬速の持ち主。父親はカナダ出身でアイスホッケーのセミプロ選手であった。アメリカ代表でのどの番。ありがとうございます。